役目柄本誌投稿欄に届く手紙やメールに逐一目を通す掲載するかしないかにかかわらず筆まめな方は頭に残る先日奥やみ欄で目にした方もそうだった熱心な書き手で数日前にも凍書を載せたばかりだった天童市の石山秀夫さん 95歳尾花沢氏生まれで戦時下を生き抜いた地元郵便局に40年勤め退職後は地域活動に励んだ当書が載ったのは2016年からで23回を数えた手紙に綴った自身の思いが今月6日に紙面化され喜んだ数日後 家族に見取られ旅立ったという「手紙を書くには相手を思いやる心がないといけない」と評論家の富山重彦氏は次女で説く続けて「その心の失われた通信があまりにも多く世の中をささくれだったものに感じさせるとも」。 自筆のやり取りが主流だった40年前の指摘だが SNS 流星の今に通じる石山さんにとって最後の当初は感謝の思いにあふれていた伝える相手は亡き両親と家族快適な高齢者施設に集う同世代にも向く人生の黄昏時を 心穏やかに迎えられたことに感謝し、ペンを置いた。相手を思いやることを忘れず、ただただ平和を願う姿勢の声であった。